俺らの笑いってのはバナナファイヤー DVD 3巻同時発売。あのコント職人として名を馳せるバナナマンの人気トーク番組バナナファイヤーの DVD が1年ぶりに発売。バナナマンが毎回出題されるあるテーマのベスト3を独断と偏見で決定していく本作。前回3巻同時発売されたバナナファイヤー DVD はオリコンウィークリーランキング、バラエティお笑い部門でトップ3を独占。バナナマンとしても初となる DVD ランキング1位を獲得。今回も放送された中から厳選された3本と放送ではお見せできなかった貴重な未公開トークを収録。今回収録されている内容は第6巻ラインナップ。今日のバナナファイヤーなんですけども、はいはい、その前出ていただいて、はい、でテーマ発表しまして、はいはい、あとも喋っていただくって形なんですけども、はい、お客さんの方が今日はちょっと結構多めでして、いつもよりですか、はい、ちょっとね120、30名ぐらいはいるんですけども、はい、うわーつきたらどうするの、うわーつくるわよ変態は、うわーうわーだから予約がガンガン入っちゃっててもう行って、なんか日村さんすげえ楽しそうに喋ってるし、その話なんか面白そうだけど全然面白くないな。なんだろう。第7巻ラインナップ。プロじゃん、ここ、うん、プロに対して妥協しない感じ、こっちも設楽治虫妥協しない感じ、俺そこは、うん、俺言っちゃっていいと思うんだ、そういう妥協しない感じ。トンタ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 ン、鼻毛のボーボーの鼻毛のボーボーの何やってんのよ、仕事しなさいちゃんと。はい、トンポンポンツント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 ン、鼻毛のじゃあお前虎に俺がお前ここ噛まれてたら、お前誰かが助けてもらうと思ってタバコ吸ってんの。なるほど。俺虎に食われちゃってんだぞ。なるほど。なんならもうここベロンってなっちゃってんの。なるほど。もうそのぐらいの時に俺おいおいおいっつってんだよ。そんなのなんで来ねえの、おかしいだろ、お前虎だったら来るだろ、虎だったら来るよな。第8巻ラインナップ。付き合ってると言えば付き合ってるし、付き合ってないと言えば付き合ってない、じゃあね。待てよ待てよ、バリバリバリ日村だよ、バリバリバリ日村だよ。もう別れたい。何が別れたいんだよ。わあ悪かったね、君にそんな君みたいな美人がそんな別れたいなんて汚い言葉を使わしちゃったね、ごめんね。大丈夫だ、もう言わせないんだ、言わせないぞ、愛してるんだ、愛してるんだよ。最悪ね、だからちょっとトリオにしてさ、一人入れてさ、そいつにちょっとうまいこと回るようにしよう。うんうんうん、小山じゃん、小山じゃん。おやマネージャー入れちゃった。おや、この続きはバナナファイヤー DVD で。人気芸人バナナマンのフリートークバラエティバナナファイヤー DVD 好評発売中。